ようこそマジェラ。こんばんは。お待ちしてました。実は今夜皆さんがバチェラを喜ばせようとサプライズを用意してくれているようです。本当ですか？さあどうぞ中へ。はい、いってらっしゃい。嘘でしょ？どう？え、待って、どうしたのその髪の色は？かわいい。かわいい。最初はもう誰かも一瞬気づかなかったんですけども、クボリンのモード系好きって前に言ってたから、うん、変身してみた。明るいのがポリシーだったから、うん、暗くするのちょっと抵抗あったけど、今のところそう恋愛対象として見られてないから、見た目チェンジしてクボリンの好きな女の子になったら恋愛対象にしてみてもらえるかなと思って。彼女と昔そのリムジンデートをした時に、もしクボリンがキャバ嬢の格好嫌いとか言ったら全然変えるし、ギャルやめてって言ったら絶対変えちゃう。その瞬間にすごいフラッシュバックして思い出してですね、それを本当にやってくれたんだっていうのが分かった時には本当になんか涙が出そうなぐらい嬉しい気持ちが込み上げてきました。超似合う。喋り方もさ、うん、こんなんだしさ、うん、そうちょっと気持ち伝わらないかなって思ったから、うん、手紙書いてきた。出てるんだちょっと。だから聞いてくれる？はい。手紙は一生懸命書いた。久しぶりにボールペンを持って、クボリンへ。ユキこんなキャラだし喋り方もこんな感じだから、クボリンにユキの気持ち伝わらないでしょ。そもそも手紙を書いてもらうっていう行為が僕はすごく好きで、書いてくれてる内容っていうのも真剣に僕との恋愛について彼女なりに考えて伝えようとしてくれたんだなっていうのが伝わってですね、一緒にいたいって心の底から思うようになりました。だから恋愛対象として見てほしいし、クボリンに釣り合う大人の女性に少しずつ近づけるように努力していくから、恋愛対象として見てくれますか？はい。好きな人の力ってすごいんだね。髪色を暗くすることもメイクを変えることもクボリンのためならためらいなくできちゃいました。彼女が手紙を読んでるのをずっと聞きながら抱きしめたいなというかですね、なんかすごい愛おしい気持ちが湧いてきました。これからもよろしくね、木村ゆき。超嬉しい。ありがとう、マジで。なんか初めてクボリンからハグしてくれた。今なんか超嬉しい。なんか泣きそうになった。手紙聞きながら。よかった。一粒涙流してた。本当はちょっと我慢したかったんですけれども、つい涙が、ポロッと、こぼれてしまいました。顔赤くなってる。嘘。涙我慢してたの。これからはゆき、ゆきちゃん、ゆき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 にする。じゃあゆきは、ゆきはひろ、ゆきって呼ぶんだってこれから。すごいもう恋愛対象として見れるようになっていて、すごく本当に今日超びっくりした。